ラッキーレディ2の胴体ラッキーレディ2は、アメリカ空軍が保有した B-50 爆撃機の一機である。型番は B-50A-5、某、製造番号は15,730、機体番号は46から0010であった。1949年、空中給油を繰り返しつつ、世界初の無着陸世界一周飛行を達成した、ことで知られる。 ラッキーレディ2が世界一周に要した時間は94時間1分であった。現在は胴体のみが保存されている。キロバイトマイナス -29M より空中給油を受けるラッキーレディ2ラッキーレディ2は第43爆撃軍所属機で12.7ミ、mm、リメートル機関銃12門に加え、航続距離を延長するべく爆弾層に追加燃料タンクを装備していた。乗組員は 通常の場合に、パイロットは3人に増員されており、彼らは4時間から6時間ごとに交代で勤務に当たった。ラッキーレディ2の飛行地図1949年2月26日12時21分、機長ジェームズ・ギャラガー隊以下14名の乗組員を乗せた、ラッキーレディ2は、テキサス州フォートワースからほど近いカーズウェル空軍基地を離陸、大西洋に向かって投進し、 世界一周旅行に出発した。3月2日10時22分、ラッキーレディツーはカーズウェル空軍基地に帰還し、世界一周を終えた。この世界一周飛行における飛行距離は23,452ミ、飛行時間は94時間1分であった。飛行中の空中給油には、キロバイト -29M 給油機が用いられた。 キロバイト -29M 油域では、グラップルドラインループドホースという給油方式が採用されていたが、この方式は、ラッキーレディ2の飛行から間もなくして廃止されている。給油は、ラチェス航空基地、ダーラン飛行場、クラーク空軍基地、ヒッカム空軍基地の上空にて実施された。この世界一周飛行における、ラッキーレディ2の飛行高度は1万から2万フィート、程度。 平均待機速度は249マイルパーアワーであった。サイミントン空軍長官やバンデンバーグ将軍の訪問を受けた、ラッキーレディツー組員らラッキーレディツが帰還した時、カーツウェル空軍基地では戦略航空軍団司令、カーチスルメ名中将、空軍長官、スチュアート・サイミントン、空軍参謀総長、ホイト・バンデンバーグ大将、 第8空軍司令ロジャー・エム・ラミー少将などの政府、軍交換が乗組委員らを迎えた。ルメイはこの飛行任務の意義について語り、アメリカ空軍が今や合衆国家本土から世界中の原爆が必要とされるあらゆる場所に対する爆撃能力を有する事実を示すものとして重要性を強調した。彼はまた戦闘機にも空中給油を実施しうるとも述べている。 空中給油については、催眠ントンも触れており、これによって、中型爆撃機が大陸間爆撃機に変貌すると述べた。乗組委員は、それぞれが主君飛行十字章を受章したほか、全米航空協会からは1949年度、末イ賞を、空軍協会からは、エアイエージ賞を贈られた。なお、グローバル、クイーンという B-50 爆撃機が、 ラッキーレディ2と同様の任務を遂行するべく2月25日に離陸しているが、エンジン火災のためにラジェス航空基地への着陸を余儀なくされている。ルメイは世界一周飛行の実施にあたり5機の B-50 爆撃機を手配しており、このうち少なくとも1機が成功すれば良いとしていた。また、乗組員や資材の輸送等に割り当てられた準備期間は、 わずか4週間だった。ラッキーレディ1の乗組員ラッキーレディ4、ラッキーレディの名が冠された航空機は複数あり、多くはアメリカ空軍の歴史において重要な飛行任務に従事している。ラッキーレディ1は1948年に世界一周を試みた B-29 爆撃機3機のうちの1機であった。これらの機は デイブイコールモンサン空軍基地から飛行を開始していた。この時の一機はアラビア海に墜落している。a m ニール注意を基調とするラッキーレディワンは RW クライン中佐を基調とする両機ガス、ガブラーと共に世界一周を達成した。作戦に要した期間は15日で飛行距離は2万ミである。また、この間に補給等のために8度の着陸を行っており、 実際の飛行時間は103時間50分であった。ラッキーレディスリーは1957年1月に世界一周を行った B-52 爆撃機3機のうちの1機であった。この飛行はパワーフライト作戦の一環として実施された。カリフォルニア州キャッスル空軍基地から離陸したラッキーレディスリーは KC-97 油機からの給油を受けつつ、 45時間19分で24,325ミリを飛行して世界一周を達成し、その平均待機速度は536マイルパーアワーであった。ラッキーレディ3はラッキーレディ2の8年後におよそ半分の時間で世界一周飛行を達成したことになる。ラッキーレディ4は1994年に世界一周を行った B-52H 爆撃機である。 この飛行は、クウェート侵攻4周年を記念した、グローバルパワー94から7演習の一環として行われた。8月1日早朝、ウォーレンワード隊を基調とする、ラッキー・レディフォーは、両機と共に、バークスデール空軍基地を離陸した。それからおよそ17時間後には、クウェートの爆撃演習場に到達して27個のマーク82爆弾を投下し、 そのまま無着陸世界一周飛行を達成した。飛行時間は47.2時間だった。ラッキーレディ4は無着陸世界一周飛行と爆撃任務を同時に遂行した世界初の爆撃機である。第二次世界大戦中に活動した B-17 爆撃機にもラッキーレディ2の愛称で呼ばれていた機があった。これは第338爆撃航空隊にて、 通常の爆撃任務に従事していた B-17 で、機体番号は42から3290だった。1943年7月30日に、ベルギーのティール・ローゼ・上空で撃墜されている。ラッキー・レディツーは、事故で損傷し、現在ではその胴体のみが、カリフォルニア州知野の,のプレインズ・オブ・フェーム、航空博物館に展示されている。ありがとうございます。